これリコパのせいじゃなくて、みんな見えてない。SCP-4041。お名前いきますか。あ、あるんだ。超見にくいな。あった。SCP やってまいりました。ナンバー、そう、SCP じゃない、ナンバー、404JP。あれ、下の名前消えちゃってますね。ナイス、ナイス。いや、あるんですけど、なんだったっけ。何これ、リソパのせいじゃなくて、みんな見えてないの。見えてない。うん、まあ、後で調べておきます。はい。先にエンディングしちゃった方が都合がいいですね。そうしますか？OK。SCP 行こうぜ、SCP。おいおい、じゃあ解説の方行きましょうか。SJP。あれ？ちょ、嘘やろ？おい、なんだ？音が。嘘やろ？え？え？ん？見て、俺だけ？もはや SCP やで。え？孫にだけやろ？あれ？全部消えてない？消えてるよな。マジ消えた。これさ、オブザーバーの動力あれしてんじゃん。一旦出ます。マジで。まあ、でもさっき名前見せたからいい。うん、いやいや、スクショ撮ったるから大丈夫やけど。怪奇現象や。怪奇現象や。まさに SCP。あー、で、今回はあれ、チャットを出しといてください。あ、なるほど。はい。なんやろな、それ。気になる。始めましょうか。お願いいたします。お願いします。はい。メモ帳開いて。おいおい。PDF じゃないんだね。メモ帳なのね。何？え、BGM 付き？ポンって言うたで。え、BGM 付きっすか？あれ。ああ。ファイルがない。ノーファイル？あれ。あ、あ、Windows のエラーの音や。おかしいっすね。ありゃ。嫌な予感。あらら。やっぱ呪われてる。看板と一緒で。サイトを行ってコピペして貼りますね。あ、じゃあ、チャットに貼ります。はーい。あれ。コピペができる。なんかそれおかしいやつコピーしてる。ノットファン。コピーしたらあかんのちゃうか。あかんの。あらら。ちょっと待ってください。他の、いや、大丈夫です。とりあえず、ちょっと他のサイトを見て。なんか、これすらも演出ないような気がしてきたぞ、俺。めっちゃ手込んでる。あ、ありました。とりあえずこれは、なんだ、ログ？説明というか、ログ、その財団のログのファイルしか残っていないんで。うん、はい、あ、そうなんだ。おい、なんだこれ、さっきまで普通だったのに、なんで白紙になっているんだ。え、最初からありませんでしたよ。そんなわけあるか。仮に何かの間違いだとして、どうしてこの SCP の記事に更新日とコメント欄がついてるんで。あれ、それもそうですね。ちょっと調べてみます。ダメです、原因不明ですね。編集履歴を片っ端から見てましたが、なぜこの項目が立っているのかわからなかったです。そっちは何か進展ありましたか？返事を待っています。おーい。数日経って、項目の編集は結構ですが、架空の IP アドレスを使用して編集し続けていると、規制対象になりますよ。さらに数日経ってから、違う、やつは文章を消しているんじゃない、書かれた存在ごと消しているんだ。今の私にできることは、やつ自身にやつを消させようと試みるだけだ。それが失敗したときは頼む。どうかやつに追記修正しないでくれ。この文章が消えずことに、あ、この文章が消えずに残っていることを祈る。私の名は。はい。なるほど。これだけですね。やっぱ演出やったよな。で、まあ。なるほど。404だから。そうですね。うん。思っとって404になっとった。うん。じゃあ、ちょっと、今の、本当、それだけしかログがあって、俺が簡単にまとめたんで。なるほど。すごい。それを読みますね。はい。SCP-404JP Not Found オブジェクトクラスはセーフ。SCP-404JP は、この SCP を表示した媒体やこれを見た人の記憶をごく自然に何も書かれていないと思える内容に改ざんするとされています。しかし、これは SCP-404JP による改ざんによって本当の特性に気づいてない人たちによる誤認情報です。ああ、それは確かに。はい。SCP-404JP の本当の特異性は、
書き込んだ内容が消えるのではなく、書き込まれた存在自体が完全に消滅するというもので、どうやって存在を消しているのか、実態はどこにあるのか、それは誰にも分かりません。うん、なんせ全て消えてしまいますから。だね。他の人の記憶も操作するため、まあ、気づいていない人たちにとっては、単に報告書に書かれた文章が消えるだけの SCP としか認識がないため、オブジェクトクラスもセーフになってしまう。なるほど。で、消そうと思えば、書き込むだけで存在を消せてしまうことから、うんうん、この SCP の本当のオブジェクトクラスはユークリッドもしくはケテルクラスに分類されても不思議じゃないです。確かに確かに。しかし今現在これを対処あるいは収容することは難しいと判断できます。不可能でしょうね。はい。でちなみにこの SCP-404JP は調べれば簡単にサイトは出てきます。はいはい。けどまあ内容は何もないノットファウンド状態です。はいはい。ほんまにあるんや。はい、ちゃんと欄はあるんですけどこのページは存在しませんという。ああ、面白い。なるほど。はい、これが SCP-404JP ノットファウンドです。恐ろしい。全人類って書いたら消えるわけやもんな。まあそんな大げさに言えばようなことがです。で、ここの看板ですけど、はい、名前も最初から打ってもせず、先にエンディングした方がいいと言ったのはみんなを目に出させず、俺が看板を書き換えたと。なるほど。演出凝ってるね、今回。凝ってる凝ってる。面白い、はい、全部消えてしまいますからね。もちろんここに看板も例外じゃないです。なるほど。面白かった。さっきの Windows のエラーも前もって、俺の PC をキャプチャーしてエラーを収録した。なるほど。で携帯から流したって感じです。すげえ。おー細けえな。演出家や演出家、素晴らしいね、はい、いや面白かった。うちのブログみたいなこと。リアルや、リアルやないか。リアルやないか。なぜか責められた上政さん。でまあ、ね、一応この SCP を選んだ理由は、はい、まあ消えるっていうところ、消えるっていうのと、まあ何でしょう、何でも消してしまうというか、まあすぐに結構消えてしまうものなんで、うんうんうん、もうリアルタイムで打ってても消えるようなものなんで、まあそれほど高速に消えるんだったらこれに合うんじゃないかなって。なるほどなるほど、了解いたしました。ナイス、了解いたしました。ナイス SCP、 初めて演出好きでしたね今回ね。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。テラキューならないですよね。ん、奥名、奥名、奥名ってこと、奥名か。なるほどなるほど。わかります。なんノットファウンド。夜です。夜か。ジージがちょっと戦ってんだけど。面白かったね。あ、これが一番面白かったですけどね。やってる本人が。俺得ちゃんと信じてくれてるって。みんな演技やな。そんなことないやんな。消えてるって。そうふふふって。また何かやったかな。20、30で張ってたから面白かったよな。それは僕してないけどな。簡単なこと。こっち側の下もあれだね。当たんないの？あ。ゾンビ声なしで、うん、そうそう、ゾンビボイス。まあ、ブラゾンの声。あ、ほんまやゾンビや。ゾンビいとくか。今のは誤爆やろ。気付けしましょう。女子か。下におる。ダイソン雅人。上松さん、じいじに買収されました。ダイソン雅人。上松じいじに買収。エメラルドで。エメラルドで埋められると。
埋められるって出ると。